こんにちは。こんにちは。みーです。みなみです。お願いします。今日は寒いので鍋。最高。鍋最高。普通に鍋食べたいんだけど、うん。でも今日は2人で、うん、何も打ち合わせもせず、うん、鍋の具材をお互い買って、うん、その買った具材で鍋しようっていうことになりました。はい、持ち寄り鍋でーす。持ち寄り、あ、持ち寄り鍋でーす。イエーイ。何買ってきたか気になるよね。ね、ね、お互い。で、これ鍋の味、あ、そう、うん、味、味もお互いで買ってきたから、うん、あ、それ先やる？あ、それ先やろ。うん、じゃあいきますよ。せーの。あ、待って、これ一緒。あ、一緒。同じやつ一緒。あ、で、寄せ鍋、なぜか寄せ鍋買ってき、持ってきたでもさ、めっちゃ美味しい。え、そう、これ大好き。これめちゃめちゃ美味しい。キムチの素とか持ってくれなかったと思ってさ。ということで、かぶりました。大体は地鶏だし、ゆず、塩鍋ベースで1個寄せ鍋、うん、でも合うかなと思って。これだったら合うでしょ。うん、じゃあ、はい、紹介してください。じゃあ、みーが買った食材、うん、いきます。まず、じゃあ、お野菜。お野菜。お野菜大事。お野菜、1個買いました。はい。1個野菜なのかわからないものが1個あるけど。まあ、野菜は1個。いいよ。野菜は、あ、いい。レタス。レタス。レタスいいね。メイン的なやつが、うん、こちらです。あ、お肉。鶏肉。鶏、もも？鶏ももかな。鶏もも。イェーイ。大事。買いました。で、野菜かどうかわかんないやつ。あ、うん。あ、あ、そういうことね。きのこ。ナイス。もうこれだけで美味しい鍋。ね、もう鍋。あと、あと、ベビースターラーメン。なんで？なんか、え、これに入れるんだよね。うん。チキンだし。チキンだし。チキンだし。え、地鶏だしだから、チキンだしってこと？え、ベビスタのチキン味だから、だいぶ味変わらない？だいぶ味変わらない？だいぶ味変わらない？ちょっとこれで、ちょっと味変みたいな。ちょっと味を濃くなる。じゃあ、いこうかな。じゃあ、次、みなみちゃんの買った具材。野菜か野菜かじゃないかわかんないものが。出た。好きで。うん、あ、待って、私はこれ買おうと思ったの。え、なんか大好きなんだよね。大好き。メイン枠。メイン枠。鳥。鳥団子。鳥団子。しかも、ゆずの鳥団子。え、やばくない？美味しそう。めっちゃいい感じだね。ゆず鳥団子。あとは、なんかちょっと違うのも食べたくて。急に？サラと鮭。よ、鍋にね、新しい。これってさ、そのまま入れていいの？そのまま入れるの。そうなの？うん、入れるだけ、入れて食べるだけ。そうなの？なんかタラってさ、すごいなんか臭みみたいな、なんか。あ、でも大丈夫だよ。でも大丈夫。あと、うどんです。あ、いいですね。しかも、きしめん。うどんとかじゃなくて、きしめん。きしめん、太いの好き。あ、いいじゃん、南タイプ。すごい。じゃあ、早速、入れていきましょう。イェーイ。ちょっと、なんかさ、見た目が。だからもうデブちゃん、デブちゃんあんまちっちゃすぎると。いやー、でも意外にそうできるんだ。でも硬いよりはいいから。閉めまーす。すごい湯気
ポポーポポー聞かしちゃったおます聞かしちゃったおます。パーシー好きだったわ。あ、見られた。私ゴードンかなんか女性系のやつ怖かったんだよ。なんかさ顔強いのいるよね。そう、結構リアルじゃない？そうなんだ。知ってる？最近トーマスの顔変わったの。え、そうなの？調べてみ。え、これ？え、そう。あ、ほらキラキラ。やばいやばい。え、やばいやばい。え、やばい。誰誰誰って。マジで？顔変わっちゃったの？変わった。キノコとかで食物繊維は取ろうかなみたいな。うん、私は野菜サプリ見たよ。サプリ人間。サプリ飲むとき水飲むじゃん。うん。え、それ飲まない。本当。なんかもう湿ってなんかゴミとかいっぱいついてる。そう、こんな冬なのに汗もなったらバーンみたいじゃん。やった？
あそこ？食らった。ああ。終わったの？終わったの。終了報告。終了報告。食べれる？うん。いい量だ。ね。うん。ちょうど良いぐらいですね。うん。きしめん買ってくれてなかったら、うん、ちょい足りない。うん。なんか多分撮影終わった後に、なんか食べる。うん。なんか食べやつ。温まったし、お腹いっぱいだし眠くなっちゃうやつだごちそうさまでした。初めて持ち寄りのやったんだけど、なんか普通になるやるよりも美味しかった、なんかいろんな味が出て、よかった、ね、結果、私たち本人は大満足です。よかった。この動画がゆるいなと思ったらゆるいはゆるいだけどね。確定でゆるいからね。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。お願いします。じゃじゃバイバーイ。